はい、よろしくお願いします。今回は時事問題の2018年6月前半丸1をお送りします。で、まあ、今回ね、その6月の前半のニュースを5つ取り上げています。で、穴埋めは9問ありますので、ぜひね、1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、まあ、このニュース知らないなっていうのがあれば、今からね、自分がちょっと説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずは、ホニャララ選手に国民栄誉賞が贈られることが決定しましたと。まず名前から行きましょう。まあね、まあ超有名なあの選手です。羽生で、ゆずるの方の漢字ね、こうきっちり覚えてください。で、なんでかっていうと、まあ、もしだよ、自分が、まあ、時事問題を、この羽生結弦選手で出すとしたら、おそらく漢字で書かせます。なぜなら、もうみんな知ってるんだけど、結弦の漢字落としやすいんだよね。意外とわからないっていうことが出てきやすいんで、まあ、漢字をきっちり覚えておきましょう。その先生の策略にはまらないようにね。これ男子フィギュアの選手ですね。この前の金メダル、2連続で獲得しましたけど、が、国民栄誉賞を贈られることが決まりました。で、もし出すんだったらこっちが名前が出てくるとは思うんですけど、一応国民栄誉賞とセットで覚えてください。こっちが出てもいいようにね。っていう感じ。で、二つ目が、今ちょうど6月14日に撮影して、おそらく投稿もね、同じ日にやってると思うんですが、今日ですね、今日開幕します。サッカーのワールドカップ、まあ、4年に1回の大会なんですけど、まず今年の、今回のサッカーのワールドカップの大会開催地は、ロシアです。ロシア大会。これぜひ覚えておいてください。で、まあ、ロシア大会だけでもいけるかなって感じもするんですけど、まあ、体育でね、時事問題が出たりするんだったら、日本の1次リーグ、まあ、予選ですね。4チームで争うんですけど、そこから決勝に上がっていくんだけどね。その、戦う相手ぐらいは、覚えておいた方がいいかなと思って今回問題にしました。で、一応、戦う順番にね、書いていきます。これ順番違くてもいいからね。まず、最初、初戦がコロンビアです。日本。コロンビアと戦います。で、次が、セネガル。で、最後が、ポーランドと対決します。で、こっから2チームがね、決勝リーグに上がっていくんですけど、まあね、細かいこと話してもね、特に興味ない方、申し訳ないんですが、まあ、全部格上なんですよね。世界ランキングが決まってて、コロンビアが、16位、世界ランキング。16、28、10位なんですよ。で、ポーランドも一番上なんですけど。で、日本確かね、今60位ぐらいだったかな。なので、ほんと格上チームと戦っていくんですが、頑張ってほしいですね。ほんとに。まあ、見れるとき、仕事がなければね、自分も観戦しようと思いますんで、まあ、興味ある方は一緒にね、応援していきましょう。で、あ、そうだ、あとね、まあ、自分だったら出さないですけど、もし、社会が時事問題出す先生だったら、この場所、国のね、場所覚えておいた方がいいかもしれない。ちょ、今回白地図出せなかったんで、ないんですけど、もしかしたら国名と場所をセットで、なんていうのが地理だったら出せるので、もしね、ちょっと出るかもって思う方はそっちもチェックお願いします。では、三つ目、ニュースです。2017年のホニャララ数が946,060人。で、それが1899年以降で最も少ない結果だったところに何の数かっていうと、出生数です。つまり生まれた数、つまり赤ちゃんが生まれた数ですね。出生数が946,060人。で、まあ、統計を取ってた1899年以降で一番少なかったんです。去年が。で、しかもプラス、去年ね、一方亡くなった人の数は、その戦後、まあ、第二次世界大戦の後なんで、その後だったら一番多かったの。134万人です。ふーんって思うかもしれないんですけど、これめちゃくちゃ問題で、単純計算しても40万人亡くなった数、方の方が多いんですよ、日本、去年。40万人減ってるんですよね。で、みんなは少子高齢化って聞いたことあると思うんですけど、子供が少なくなって高齢者がどんどん多くなるって、それが日本の現状なんですよね。で、どん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 人口も減ってる、生まれた人の数が減ってっちゃうと、働ける数がどん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 減ってっちゃうので、ほんとまずいんです、日本。そう。っていう現状なんだよっていうのを頭の片隅に置いといてください。いいかな。まあ一応ほんとね、出生数が去年は、その、1899年以降は最も少なかったよっていう。この数はさすがに出ないと思うんですけどね。まあ興味が、もしあれだったら、出そうだったら覚えておいてください。で、四つ目、行きましょう。
8日と9日、2日間にわたってですね、カナダのシャルルボワっていう場所で、あることが開かれました。まあ、開催されたんですよね。で、何かっていうと、G7 サミットっていう、まあ、サミットです。G7、まあ、グループオブ、何や、グループオブセブンか。つまり、7個の国が集まって、まあ、代表者が集まってね、それで、話し合って、いろんなことを決めたりとか、まあ、意見交換したりしましたよってやつです。で、じゃあ3カ国を、穴の順番で行くか。行くと、漢字よりも、あれかな？フランス、待ってね。イギリス、次日本だっけ？あ、違う。待って。あ、間違った。ごめん。アメリカが先だ。なんかね、その代表者、その会議の時の代表者を1年ずつ決めていくんですけど、これが交代交代で、この順番なんですよね。別にこの順番覚えなくていいからね。イギリス、フワイ、日本、ドイツ、イタリアでいいかな？日本、逆だった！ごめんね。ちゃんと覚えなかった。ドイツ、日本、イタリア、5、6、最後。あ、そう、カナダだ。もう、この7カ国。まあ、あとは EU も参加してるんですけど、が、まあ、話し合いをしましたよっていうのがありました。今月6月の8、9でね。で、ちょっとね、この話は一回戻ります。まあ、あったんだってことだけも確認してください。で、次。で、アメリカがですね、その EU、さっき言ったね、EU とカナダとメキシコに対して、鉄鋼とアルミニウム製品に関して、あるものをかけることを決定しました。で、何かっていうと、高い関税です。つまり税金です。貿易するときの税金ね。高い関税をかけることを決定しましたと。で、これどういう状況かっていうと、アメリカはですね、まあ、鉄鋼とアルミニウム製品、自分の国で生産しているものを守りたかったんですよ。まあ、守りたいんですよね。だから、その外国から安く輸入するじゃないですか。この商品を。で、安く輸入しちゃったら、そっちの方が消費しますよね。安い方がいいから。うちら消費者にしてみたら。でもそれじゃ困ると。だから、安く輸入することをできなくするために、税金を高くしたの。そしたら高くなるから。そしたら、輸入する量が減るので、自分の国のものをどんどんとね、生産して消費してくれるでしょ？自分の国のものを大事にしていこうぜ。みたいなことをしてしまったのね。まあ、してしまったっていうのも悪いんだけど、当然起こります、これ。こっちにしたら、その分ね、貿易のお金が減ってしまうので、ちょっと待てと。で、それで今度はその EU、カナダ、メキシコが、じゃあ逆にアメリカの商品にも関税かけますからねっていう、まあ喧嘩じゃないけどね、そういう状況になってしまったと。だから今これによって、ホニャララが激しくなると予想されるとなってて、これが何かっていうと、まあこの言葉はね、学年によっては習ってない子もいると思うんですけど、そう、今みたいに貿易においてさ、ちょっとなんかバシバシしちゃう感じ、喧嘩なっちゃうのかなみたいな。っていうのを貿易摩擦って言います、そういうの。だからそれがね、すごく激しくなると予想されてます。で、これはですね、6月の頭に決まったんですよ。これ。で、今頭に決まって、その後にこの G7 サミットが行われたんですよ。で、さっき言ったように、カナダ、まあ、メキシコいないんですけど、カナダと EU はいたんですよね。だから、アメリカもいるからね。で、この話題になって、まあ、結局ですね、あんまり進展なかったんですよ。今回の G7 サミットに関しては、身にならなかったというか。で、終わった後も、結構その代表、まあ、アメリカだったらトランプ大統領とか、が、ちょっとこう、いろいろね、ツイッターとかで言っちゃって、まあなんかね、なんなんみたいな感じに今なっちゃってるっていうのが現状。なんですけど、まあひとまずね、その G7 サミットが行われたとか、そのね、高い関税をかけてね、そういうふうに貿易でちょっとビシバシなってる状況なんだっていうのは、ぜひ確認しておいてください。では、今回はね、時事問題の2018年6月の前半、丸1やらせていただきました。今回の授業じゃないね、今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。